Today's Catch 夏の特別企画、日米の大学で教鞭を取り、日本とニューヨークを行き来する生活を送る生物学者の福岡伸一さんにお気に入りの隠れた名所を案内してもらうシークレットガーデンズの4回目をお送りします。観光客でごった返すニューヨークで、観光客はなかなか行かないニューヨークを見つけに行きましょう。このシリーズも最終回、最後に案内してくれる名所とは？今日はモルガンライブラリーに行ってみましょう。マレーヒルのマディソンアベニュー沿いにあるモルガンライブラリー&ミュージアム。 JP モルガンとして金融界に今も名を残すモルガン財閥の創始者ジョン・ピアポント・モルガンの蔵書や美術品のコレクションを一般に公開したものです。あんまり観光名所の定番にはなっていませんけれども、図書館っていうのはやっぱり一人で来るところだと思うんですね。一人で来て、絵を見たり、あるいはカフェで、本を読みながら物思いにふけると。やっぱり人は一人の時に成長できるっていうところがあると思うんです。そういうお気に入りの場所を一つニューヨークの中に持ってるっていうのもいいことなんじゃないかなと思っています。国定歴史建造物に指定されている重厚感のある建物が特徴的なモルガンライブラリー。しかし2000年代イタリアの建築家レンゾピアノの設計で、敷地内の建物をつなぐようにガラスのエントランスなどが増改築され、中には自然光を存分に取り入れた開放的な空間が広がります。レンゾピアノの作風は、非常にモダンで現代的な、建物を構造とか、基礎をもちろん非常に十分に考えた上で、デザイン的にもとてもスタイリッシュなものを作るということです。でこのモルガンライブラリーも真ん中にこういう、ガラス張りの明るい、空間を作ることでですね、このモルガンライブラリーに訪れたさまざまな人たちがくつろいだり、公共空間としての場所を、提供しているわけですね。で図書館というのは本来はみんなのもの、公共空間としての機能もあるわけで、モルガンライブラリーがそういう意味ではですね、本来の意味のみんなの図書館に、このレンゾピアノの設計によって新しい場所として生まれ変わったと言えると思います。そんな明るい空間を抜けて少し奥まった場所にあるのがモルガンの書斎。素晴らしい。開放的だった先ほどまでとは一転、光を抑え赤を基調としたどことなく落ち着く雰囲気です。ニューヨークの建物としては非常に静けさに満ちていて、また明かりも制限されてるっていうことですよね。これは読書のためにわざと暗くしているんだと思います。本が、光で焼けてしまわないこと、そして、たくさんの光を、入れないことによって、読書や、試作思考に集中できるというふうな配慮があったんじゃないかなと思います。広々とした書斎には美しい調度品と美術館と見まがうほどの美術品の数々、 JP モルガンのコレクションの一端を垣間見ることができます。彼は、19世紀に生まれて、20世紀にかけて活躍したアメリカの財閥を作った大人物ですね。でもちろん鉄鋼とか鉄道で非常に巨大な富を築き上げて、そのお金で美術品や彫刻を買い集めたわけです。でモーガンさんが、他のお金持ちと一風違ったところはですね、彼は美術品だけではなくて本や文字が好きだったということですね。つまり、少しだけちょっと知的な振る舞いをしていた。モルガンの死後、個人的なコレクションだった膨大な数の書物や絵画などを息子の J.P. モルガン・ジュニアが一般に公開。この書斎にも書物好きを裏付けるように本がぎっしりと並んでいますが、モルガンの蔵書はこんなものではありません。書斎の向かいにある図書館では、その本の数もさることながら、天井画も相まってまるで B
美術品の中に足を踏み入れたような錯覚に襲われます。ものすごい数の本が並んでいます。3層にわたってぐるりが全部本棚になってますね。これどっかに隠し階段があって上に登れるようになってるんじゃないかなと思うんですね。まあ、あらゆる古典あるいは西洋東洋からいろいろな本を集めたんですね、モルガンさんは。本棚に触れることはできないものの、背表紙を見てどんな本があるのか眺めるのも楽しみ方の一つ。歴史的に貴重な書物のいくつかは展示され、一部が鑑賞できるようになっています。これはあまりにも有名なグーテンベルグの聖書ですね。最も初期に出版、活版、印刷された、書物、印刷という技術を確立したグーテンベルグの、記念碑的な書物です。おそらく世界にも数えるぐらいしか現存していない、日本でいうならば国宝級の、お宝ということになります。グーテンベルグの印刷技術、活版製本というものが、人間の文化にもたらしたインパクトというのは、計り知れないものがあったわけですね。つまり、それまでこう聞くことによってしか伝えられてこなかった、知識あるいは聖書の内容というものが、活字として、印刷物になった。つまり視覚として人から人へ伝えられるようになった。それと同時に、大量に印刷することができるようになったわけですから、知識が、より市民のものとなって普及していったこと、それまで一部の教会などが独占していた、知というものが、みんなのものになっていった、その一番最初の書物がこれですね。ここに有名なオスカー・ワイルドが書いたサロメの本がありますね。この本はディアズリーという、画家が挿絵を描いていて、その挿絵がですね、こうちょっとエロティックなんで当時非常に評判を、取った、ベストセラーなわけですけれども、モルガンさん多分いろいろなところにアンテナを張っていて、当世流行りのこういう、本も入手したんじゃないでしょうかね。展示されているのは書物だけではありません。こちらは楽譜がありますね。モルガンさんは本だけではなくて、こう書かれた文物すべてに興味を持っていて、こういう直筆の楽譜も、コレクションの対象にしてたようですね。これはこれシューベルトですね。シューベルトの直筆の楽譜ですね。これはショパンですね。ショパン非常に綺麗に音符を書いてるんですね。こういうものもうかつにこう放置しておくと散逸してしまいますから、ある意味でその文化の、守護者というか、フィランソロピーというか、モーガンさんがコレクションとして持っていたということが今日にこうきちんと保存されて伝わっているということにもなると思います。こんなものもこうニューヨークにあるというのはちょっと嬉しくなりますよね。文学、音楽、美術などさまざまな分野のたくさんの隠れたお宝を所蔵しているモルガンライブラリー&ミュージアムは、火曜日から日曜日まで開館、金曜日の午後7時から9時までは入館無料です。紹介した書斎や図書館だけでなく、複数の展示室では随時企画展も同時進行されていますので、チェックしてみてください。さて、4週連続でお届けしたシークレットガーデンズも今日で最終回。はい、皆さん、今回は私福岡真一がこのニューヨークの中の知る人ぞ知る秘密の花園とも呼ぶべき4つの場所をご紹介してみました。皆さん、どこか行ってみたい場所がありましたでしょうか。このニューヨークの中には秘密の花園がたくさんあります。ぜひ皆さんもご自分の場所を探してみてください。